皆さん、北朝鮮による日本人拉致事件、今から40年から50年前、1970年代から1980年代、北朝鮮の工作員や在日朝鮮人淀号グループ、日本人協力者などにより、多数の日本人が北朝鮮に拉致された国際犯罪事件です。テロ事件です。2002年10月15日5名の帰国が叶いましたが、今なお多くの方々が拉致されたままになっております。私たちの日本国政府は北朝鮮に対し対話と圧力と称し、何ら効果ある対策を取らず、今日に至っています。安倍前政権、菅政権は無為無策と言わざるを得ません。たとえ武力を持っても、さらわれた日本人を取り返すのに何の躊躇があっていいのでしょうか。私たち日本は先の大戦で大敗しました。敗戦国の悲しさか、この時から我々は意気地なし腰抜けになり下がってしまったのでしょうか。国家が国民を守らないで何としますか。拉致被害者救出奪還に国会で特別立法を制定し、自衛隊を朝鮮半島に派遣、武力による威嚇と武力の行使で奪還するほかありません。あなたはいかがお考えになりますか。よろしければチャンネル登録をお願いします。